ポケットミラー、前回の続きからプレイしていきましょう。あら。私、ピンク色が好きなの。あなたは何色が好き？青かな。私はね、赤が好き。あなた好みがおばあさんみたいね。人として終わってるやつが多すぎるんだよな、ここ。セーブしとっか。大きなフォーク。エリートも私も甘いものが大好きだからね。でもちょっと大きすぎない？本当に使うわけないでしょ。あれはダミー。さあ行きましょう。こんなのよりもっと可愛いものがあるんだから。まあ、フォークは可愛くないよな。え、今何か言った？なんでもない。さあ急ぎましょう。急ぎましょうって。どういうこと？どうしたの、フレッタ。私の庭こんなんじゃなかったのに。前はここにまっすぐ道があったのに、どこにもない。えらい木だな。落ち着いてくれた。きっと思い違いじゃないかな。うるさい。私に文句つける気なの？行きましょう。私はすぐに家に帰りたいの。娘さんたち、わしのダジャレを聞いていかないかい？よく聞きなさい。そこのデクノボ。あんたのつまらないダジャレを聞いてる暇ないの？道を知ってるんでしょ？すぐに教えなさい。おや、想像しい娘さんだ。親御さんから礼儀を教わらなかったのかい？何ですって？誰に向かって口を聞いてるつもり？しっし、そんな態度ならもう話しかけないでくれ。他人への敬意というものを学んでから出直してくれ。落ち着いてくれた。私に話させてよ、ね？うん、どうぞ、やってみれば。どうせ何も教えてくれないわよ。こんにちは、木のおじさん。私たち、なんだか道に迷っちゃったみたいなんです。庭を抜ける道を教えてくれませんか？もちろん、可愛いお嬢さんがそう言われてはな。はぁ？ありがとう、木のおじさん。さて、どんな迷路からでも抜け出す方法あるんだ、知ってるかね？左手方か。あるわけないでしょ、そうよね、エレって。迷路の入り口のどっかに糸を結んで、それをずっと持って歩けば迷子にならないっていうのを聞いたことある。正解だ、お嬢さん。左手法じゃなかった。あ、でもそうか、左手法は、あれか。なんか真ん中にゴールがあったりすると絶対無理っていう。それより効率のいい方法が一つあるんだ。本当？あー、めんどくさいわね。見てください。こいつの話し方教えてあげれば。何の迷路からも抜け出せる方法なんてすごいわね。って言ったって、あんたは動くこともできないわけでしょ？そうだとも。で、その方法を聞きたいかね？いいから早く言いなさいよ。この途辺僕、私は早くお家に帰りたいの。さて、お嬢さん。迷路を抜ける実に簡単な方法があるんだ。それは、迷路の右壁に、右手を当て、あとはその壁に沿って最後まで歩く。これだけなんだよ。これで私たちは、君たちは決して迷子にならない。わしが保証しよう。すごい、そんな方法知らなかった。俺は左手法だ。教えてくれてどうもありがとう、ですって。あんたあいつの言ったことを信じるの？ただの木よ。外に出る方法なんて知ってるわけないわ。歩いたこともないくせに。お安いご用だよ、お嬢さん。気をつけて進みなさい。特に騒音の原因になる誰かさんにはね。誰が何ですって？薪にして火にくべるわよ。ありがとうね、木のおじさん。さあ行きましょう。ああ、飛ばしちゃった。じゃあ、あんたが道を案内してよね、いい子ちゃん。早くここから脱出しなさいよ。私は後ろで見てるから。わかった。これ、迷うと、あれだったかな、なんか。なんか失望してどっか行くとか、そんなんだって気がすんな。え？何が起きたの？わからないけど別の場所に飛ばされたみたい。なぜこんなところに？こんなところって前にあったの？うん。この女子はちっともお家に帰れないじゃない。フレッタ。心配しないでフレッタ。きっと帰れるわ。絶対道は見つかるわね。どうしてそんなこと言えるの？もう私たち迷路で迷子になってるのよ。違う？そうかもしれないけど、でも前向きに考えなきゃ。そうでしょ？だって、
早くあなたとドールハウスに行って遊びたいもの。だからここを抜けられるように頑張ろう。うん。ちょっと休憩しない？あそこのベンチなら座れそうだよ。フレッド。フレッドはここに一人きりで住んでるの？違うわ。エリエッタと一緒よ。寂しくなったりしないの？全然。エリエッタがいつも私のそばにいるもの。そう、よかった。なぜそんなことを聞くの？あなたも私の友達になりたいの？え、うん。別にあなたの友達になりたいとかじゃなくて。それはどうだろう。だって、無理に友達になろうなんて悪いし。バカね。あなたはもう私のものだし、それなら、エリエッタの友達よ。そうよね、エリエッタ。殺されかけたんだが。ほらね。ありがとう、フレッタ。エリエッタにも感謝しなさい。ありがとう、エリエッタ。じゃあ行きましょう。一日中ここにいるわけにはいかないわ。うん。僕の中にキャンディーは入ってないよ。なんで僕を疑うんだ。いやいや、お前、カボチャはみんな生きるためにはキャンディーが必要なんだよ。僕の中にもキャンディーはあるし、どんなカボチャの中にもキャンディーはあるんだよ。つまり、それはお前も変わらないってこと。いや、キャンディーなんか入ってないよ。そこのカボチャたち、一体何の話をしてるの？姫様、ちょうどいいところに来られました。どんなカボチャだってキャンディーが中に入ってますよね。なのに、この友人は信じてくれないんです。いや、ないね。僕の中には一個もキャンディーなんか入ってないよ。カボチャたちの中にキャンディーが入ってるなんて初めて聞いたわ。ねえ、そうでしょ？まさか私は誓って嘘などついていません。二人とも落ち着いて。じゃあ、どっちが正しいか確かめるために一つしかないわ。あなたの頭を開いて中を見せなさい。僕の頭を？待ってくれた。カボチャさんを切るってこと？そうよ。そうしなきゃわからないでしょ？待って、頭を切り開くなんて。じゃあどうするの？他の方法があるんじゃない？彼の口から、中にあるキャンディーを取ってみたらいいですよ。ああ。そうね、やってみましょう。さ、あなたがやって。私、どうして？私がやれって言ったんだからやるのよ。子供、だな。わかった。じゃあ、そこのカボチャ、あーってしなさい。あー。どう？中には何が？それは？嘘じゃないか。違う。そうじゃないか。いや、嘘つきだ。このデブ。おい、体重関係ないだろ。あー、ちょっと放っておきましょう。うん。なんか、損だな。そっちには行きたくない。でもこっちに出口あるかも。それでもなの、そっちに行きたくないの。なあ、ダメかい。とりあえずこっち進んでみるか。大きいじゃん。カボチャの王が来てるらしそうじゃないか。こいつはすごいぞ。カボチャの王？げ、私あいつ嫌い。どうして？木の実さんはとても好きみたいだけど。自分が一番誰にも負けないって思ってるやつよ。ああいうお前がったカボチャは嫌いなの。エリエッテ、あなたもあいつは嫌いよね。カボチャの王は、もともとは小さなカボチャたちを育てる場所を求めてこの王国に来たんだよ。それでその時、カボチャの王はフレッタ姫にチェスの勝負を挑んだんだ。カボチャの王はフレッタ姫に勝ち、カボチャたちのためにこの庭の一角を手に入れたのさ。つまりあいつはズレしたってことよ。あ、そう。行きましょう。あの脳なしのカカシの近くにいてもしょうがないわ。脳なしのカカシ。おー、戻ってきちゃったか。カボチャさん、質問してもいいですか？もちろんだよ、何でもどうぞ。この庭で何か起こったか知ってることはない？ああ、僕が体験したあの恐怖、君にはわからないだろうね。生まれてから5ヶ月、あんなに心臓がバクバクしたことは他にないよ。何があったの？いつものように心休んでたら突然目の前が真っ暗になって、気づいた時には庭はもうこんな風になってた。要は、何が庭を変えたのか、カボチャも知らないのね。ええ、全く知りません。そうか。残念なカボチャだ。どっち行けばいいんだ。めっちゃ適当に走ってるけど俺。
お？友達友達、ああ友達でいいな。友達が通してのかぼちゃさん。まさに究極の友情。お二人さん、今から友情の誓いを立ててみたらどうかな。私、すべての支配者であるフレッドは、永久にあなたの友達でいることを誓います。さあ、次はあなたの番ですよ、お嬢さん。フレッド姫に誓いの言葉を立てるか、運命に焼かれるか選んでください。私は永久にフレッドの友達になると誓います。ここに友情の誓いが成立しました。色褪せることのない尊い友情が、尊い約束がか。え？びっくり。これで私たちは永遠に友達ね。うん。あ、けど、もしあなたが私を裏切ったりしたら、さて、どうなっちゃうのかしら。ねえ、エリエって。じゃあ行きましょうか。どうなるかちょっと見たい気持ちはあるけどな。ベッドベトだよ。お菓子の家って実際にしたらこうなるんだな。ありがたくさん湧きそう。着いたわ。やったわ。よかった。中に入って見せたいものがたくさんあるの。うん、行こう。その前に、ちょっとカボチャに話を。姫様、無事戻ってこられたようでよかったです。何か問題はあった？いえ、何も。姫様のお声が見られて幸せです。あら、おべっかがうまいじゃない。そちらの方は？ああ、この子？ただの友達よ。こんにちは。あなたも非常に美しいお嬢さんですね。ありがとう、カボチャさん。世間話はそれぐらいにして、行こうよ。あ、うん。さよなら、カボチャさん、またね。ええ、かわいいお嬢さん。姫、あなた様が不在の間、ドールハウスのことはしっかり管理しておきましたよ。そう、いつもいい仕事ありがとう。なんか、いい子ではあるんだけどな。これからもフレッタ姫のドールハウスを守り続けます。ハサミが。ハサミがこの土地を切り分けるなど、我々は許しません。切り分ける。みんな僕のことをカボチャって言うんです。ひどい。だってあなたはカボチャじゃない。いや、僕は普通のカボチャじゃないんです。僕の正体はオーストラリアの高級カボチャ、クイーンズランドブルーなんです。あ、そう。よかったわね。この子のこの子で、この子で苦労してんだな。姫、姫、隣にいる女の子はどなたですか？私の友達を？僕もその子と友達になれますか？僕友達がいないんです。私の友達をなんであなたみたいなのに紹介しなきゃいけないの？立場をわきまえなさい。でも姫様、フレタ、カボチャさんに悪いわ。舐めていたらダメ。あなたは私と友達だって、他の誰かの、誰かのじゃないの。あなたは私のものなの。姫様、姫様、今日はどんな歌を歌いに？カランコロン、扉さん、扉さん、どんな歌を聞きたいの？カラン、コロンカラン。姫様、姫様、春の季節の掟とは？カランコロン、姫様、姫様、まさか忘れたわけではないでしょう？カランコロン、扉さん、扉さん、忘れるわけない。私たちの思い出の歌。コロンカラン、私の掟、私の掟、それは、可愛い子たるなら、王を捨てよ。おかえりなさいませ、姫。どうぞ中へお入りください。これ毎回やんのか？めんどくさいな。ありがとう。やっと着いた。ここは私のドールハウスよ。ここ、これがあなたの家？かわいい。でしょ？特別なカボチャを呼んで、お家の中を飾り付けしてもらってるのよ。そうなのね。中を見せてあげる。うん。ドールハウス。セーブしときたい。ここは分けなくていいか。ミニゲームで失敗するとエンディングが変わっちゃうから、リセマラしたい、リセマラっていうか、したいんだよな。お部屋まで行かれるんですか、姫？ええ、そうよ。そうですか。お菓子の食べ過ぎには注意してくださいね。お腹を壊してしまうといけません。へえ、そう。さあ行きましょう。嫌だろうな、こういうの言われんの。おかえりなさい、姫様。そちらはどなたですか、姫？ああ、この子は私の特別な友達。ただの友達だったり、特別な友達だったり、結構ブレるな。こんにちは。これはお嬢さん、ドールの家へようこそ。ありがとう、かぼちゃさん。かわいらしいお嬢さん。人生の穏やかなひとときを大事にしなよ。その後には嵐が待ち受けているんだからね。僕らの暮らしは時々気まぐれ。そして、
性の気まぐれにいつも脅かされているんだ。だから気をつけて。この先きっと自分の小さな心と向き合って道を選ばなきゃいけない時が来るはずだから。迫り来る影に打ち勝ち、そして光へとたどり着くためにね。ああ、右触りの顔じゃねえ。大工さんの説教で私の客を邪魔しないで。触れた、いいの。私は聞いてるから。私は聞きたくないの。今後二度とそういう話、そういう意味のわからないことを口にしないで。返事は？わかったの？はい、姫様。悪い子じゃないんだろうけどな。姫様、姫様、お願いしたいことがございます。お願い？何なの？見てください。僕、今朝歯が抜けたんです。だからこの歯と引き換えに、妖精から金貨をもらおうと思うんです。あー、海外ではあるらしいね。僕の葉っぱの下にこの歯を入れてくださいませんか？私が嫌よ。あんたの歯に触るなんて無理。でも姫様、妖精に僕のところに来てもらいたいんです。ふざけないで。私はあんたの、不潔な歯なんか触らないわよ。触れた。歯ぐらいいいじゃない。かぼちゃさん、こんなに頼んでるのに。あ、そう？じゃああなたがやればいいんじゃない？いいよ。心配しないで、かぼちゃさん。私がやってあげる。やってくれるの？本当に？うん。なんて親切でいい子な、私。歯はまだ口の中にあるから、さ、取ってよ。うん、わかった。じゃあ、あーってして。あー。あー、私を見てほら、フレットよりいい子でしょ。取れた。じゃあ、葉っぱの下に置くね。はい、できた。うん、本当にありがとう、お嬢さん。どういたしまして、かぼちゃさん。妖精さんが今夜来てくれるといいね。そうだね、本当に。どうもありがとう。まだ、早くしてくれない？あー、うん。私の時間を無駄にしないで。私は早く遊びたいの。ごめんね、フレッタ。悪い子じゃないんだけどな。これこっち行けるんだっけ？行けないのか。ドアがあるんだっけな。日向ぼっこ大好き。暖かい日差しを浴びてるとなんだか眠たくなってくるよ。わかる。春眠暁を覚えず。ここはトランプルームよ。私カードゲーム大好きだから特別に作ったの。私と遊びましょう。よかろう。ワイン、じゃあそこに座って。何やるか知らんけど遠くない？始めましょう。私は最初に行くわ。なんだっけこれ。何するんだっけ。神経衰弱か。Your turn。あれがここにいたから、でもここら辺は別に、あれか。開ける必要ないのか。あ、これいたじゃん。これでしょ？どうしようかな。ここ行ってみるか。あ、いけんじゃん。勝ったわ。絶対この子切れるよな、勝つと。勝った。何よ、それがどうしたっていうの。大したことないわね。私は気が散ってただけ。気の毒だったから今回はあんたに勝たせてあげたのよ。そうよね、リエって。そこのうぬぼれさんよりも私の方がうまいわよね。ね、そうよね。何をジロジロ見てるの。やめた。他の子にしましょう。ついてきて。うん、触れた。はい。ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。次回もう一個ミニゲームがあるので、そっちやっていきましょう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。